英国唯一のウルトラコンパクト SUV 小さな都会派 SUV スズキイグニス全長3 7 0 0ミ、mm、リメートル、全幅1 6 9 0ミ、mm、リメートルと小さなボディにオプションで四輪駆動も設定され最低地上高はしっかり確保ドロンコ遊びが大好きなブルドッグのような見た目のかわいい車だ 英国では史上唯一のウルトラコンパクト SUV だと鈴木は主張する。2020年に紹介料が施され、新しいフロントグリルとアウトドア感の強いボディカラーが追加された。そして2023年にもわずかに手が加えられている。見た目と裏腹に車内空間は広い。 季節を問わず移動が不可欠な人にも、都会での運転を安楽にこなしたい人にも、実用的で高効率な小型車をお探しの人にも、実はイグニスはぴったり。魅力は少なくない。プラットフォームはハッチバックのスイフトと同じハーテクトと呼ばれるもの。コンパクトさが手伝い、車重は4輪駆動でも 1T を余裕できる。 ベーシックな英国仕様に乗るパワートレインは 1.2L4 気筒ガソリンと5速 MT の前輪駆動必要なら CVT へ変更できるこのエンジンは2020年にデュアルジェットの K12D 型へアップデート電圧 12V のマイルドハイブリッドで駆動用バッテリーの容量もわずかに増え燃費効率を高めた コイルスプリングが支えるサスペンションは、前がマクファーソンストラット式で、前輪駆動では、後ろがトーションビーム式。鈴木がオールグリップと呼ぶ四輪駆動では、リアがリジットアクスルになる。安っぽい内装を忘れさせるパッケージング。以前のフェイスリフトでは、新しい防音材を追加。テールゲートとルーフ、フロア、 サスペンションマウント部分に補強材を与え剛性が高められた。乗り心地や走行時の質感を改善するために。見た目と裏腹に、イグニスには大人4名が快適に座れる空間がある。運転席の調整域は広く直立気味だが、良好な運転姿勢を探せる。鉱石側も上下方向に十分な高さがあり、 天井の圧迫感は小さい。荷室は全輪駆動で 260L。四輪駆動では 204L へ小さくなる。リアシートはスライド可能で50コロン50の分割で折りたためる。確かにインテリアの素材は安っぽい。だが優れたパッケージングと開放感でそれを忘れさせる。ツートーンのダッシュボードは 見た目も悪くないだろうセンターコンソールのパネルは押すと変形するが、全般的に耐久性は高いようだ。エアコンの操作パネルは、実際に押せるハードボタン、ヒルディセントコントロールと4輪駆動システム、運転支援システムにも、それぞれボタンやダイヤルが設けられ、扱いやすさは間違いない。 インフォテインメント用のタッチモニターは備わるものの反応は今一つ。その代わり、Apple CarPlay と Android Auto には対応している。ステアリングホイールにはオーディオ用のボタンがあり便利だ。動力性能は平均程度素晴らしい燃費。動力性能は都市部を前提にするシティカーの平均。 特に速いわけではなく、例、時速 100km 加速に12.8秒を要するが、これで構わないだろう。高速道路の合流で、走行車線の速度へ合わせるのに苦労するほどではない。高速走行は、イグニスの得意分野でもないが、1.2L 自然吸気エンジンは、軽くは吹け上がらない印象だが、 低回転域で 5.1kgM をアシストするマイルドハイブリッドの効果は明らか。発進停止の多い区間でエンジンを過度に気張らせる必要はない。5速 MT のシフトレバーは軽く倒せ、ストロークが短く扱いやすい。ブレーキも全身的に効き、止まる直前の制動力を調整しやすい。 2017年の登場当時は、やや洗練度の低さが目立った乗り心地ながら、2020年のフェイスリフトで改善。とはいえ滑らかなアスファルトでも、ピタリと落ち着いているわけではない。特にリジットアクスルの四輪駆動では、舗装の継ぎはぎの多い区間では、初期型より快適と言えるものの、低速域で揺れが目立つ。 速度域が上昇するとお手頃なこのクラスなりに車内のノイズも小さくはないカーブが連続する区間ではゆったり身をこなしスポーティーな印象は特にくい少なくともグリップ力は高く姿勢制御も一定の敏瘍性を叶えられる程度に締まりはあるオフロードもこなすコンパクト SUV として 十分に納得できる範囲だろう。燃費は素晴らしく、荒っぽく運転しても 18.0km パーリットル前後は難しくない。全輪駆動を丁寧に扱えば、23.0km パーリットルも夢ではない。実は驚くアクロ性能便利で交換を抱ける小型車。四輪駆動のイグニスなら、オフロードタイヤへ交換するのも一挙。 ゴツゴツした岩場を難なく進み、急勾配をスルスルと上り降りする能力へ驚けるはず。ギア比が低い一足に入れたまま、83PS の最高出力をしっかり使い切れる。フロントタイヤが滑ると、ビスカスカップリングを介して、リアタイヤへトルクが割り振られる。最低地上高は180ミリメートルあり、 ホイールベースも前後のオーバーハングも短い。電子制御のヒルディセントコントロールまで備わる。英国価格はエントリーグレードで約1万8000ポンド、約360万円から。装備は充実し、衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援。エアコン、LED ヘッドライト、プライバシーガラス。 16インチアルミホイールなどが標準でついてくる。残念なことに、英国では鈴木ジムニーを乗用車仕様で購入できない。その代替になるわけではないものの、いざという時に威力を発揮する四輪駆動の小さな SUV として、英国では唯一と言える選択肢にある。フィアットはパンダ 4X4 の生産を終了した。 予算に余裕があるなら、ダチアダスターという魅力的な選択肢もあるが、こちらは600ミリメートル以上長い。他にはない個性と優れた実用性、価格価値の高さはイグニスの明らかな強み。多様な路面へ対応でき、便利で交換を抱ける、機材のコンパクトカーだと思う。スズキイグニス1.2デュアルジェットハイブリッド。 SZ5 オールグリップ、英国仕様のスペック。英国価格、一万九千六百九十五ポンド、約三百九十四万円。全長、三千七百ミリメートル全幅、千六百九十ミリメートル全高、千七百二十ミリメートル。最高速度、時速百六十五キロメートル0、時速百キロメートル加速。 12.8秒。燃費 18.5km パーリットル CO2 排出量 121Gkm。車両重量 940kg。パワートレイン直列4気筒線 197cc 自然吸気プラス電気モーター。使用燃料ガソリン最高出力 83PS。 6000rpm 最大トルク 10.9kg M2800rpm ギアボックス5速マニュアル